シゲルタニ山、シゲルタニ山とは、秋田県の白市の山である。遠方から見ると、米大川南片大地上にあって、綺麗な三角形の山に見える。野白市の鶴形、大田屋の大地の林道の奥にある氷柱と鳥居が、登山口となっている。およそ15分程度で山頂に到達する。神社の裏には四等三角点がある。山頂には、小学校の登頂記念の石踏みや、 嘉永三年の石道路、石碑、神社があり、野代の町や白神山地を遠望できる。以前は、野代市の鶴形と二つ以上の富根の境界線上にあって、鶴形と不混の人が参拝していた。茂谷山の北方には、里山林保全整備事業、湯の沢があり、住民の憩いの場や、教育の場として、里山が整備されている。里山は、育成の森。 探検の森、実りの森、記念の森に分けられ、それぞれの森を徒歩で移動できる林道があり、またあずまやや、トイレも整備されている。ここには、旧府根小学校の学校林がある。茂谷山の北東のため池近くには、絵日鉢長根鎌跡がある。これは、鎌倉時代前半の鎌跡で、昔からすり鉢に似た破片が見つかり、エヒバチ長根と呼ばれていた。 発掘調査では、標高70から75メートルの斜面に、南北方向に掘られた3機の釜跡が確認されており、生産された機種は、亀、パチ、カタクチバチ、四、耳ミミツボから、鏡頭容器など8種ほどである。この規模の釜を維持するためには、有力な支配者や経済基盤が存在したと思われるが、ほぼ同時期にこの近辺での山岳仏教の聖地であった。 黄岩山からは、ケイガメや四、耳ミミツボが出土している。また、シゲルタニ山付近にはさらに、瓶、長根や、瓶の沢という地名があるという。昔、この地の住民が、シゲルタニ山付近のシゲルタニ沢へ山仕事に出て、腹が空いた時には山芋を掘り、山腹に捨てられているエヒバ鉢の破片で山芋をおろして、食べていたという。このことから、少なくとも、江戸時代末期から、 明治時代初期には、住民は、エヒバチの破片が捨てられていることを認識していた。発見された当時には、最北の水駅カマートであった。その後、13港の安藤市関連遺跡から出土した、水駅が、蛍光 X 線分析法で、この遺跡からのものであることが判明し、遺跡調査の機運が盛り上がり、1988年10月に、発掘調査が行われた。 14本のトレンチ調査が行われ、3本のカマートが発見された。すでに持ち去られてしまい、昔に比べればないも、当然とはいえ、土器片が大量に発掘された。考古学時期年代検査によれば、1230年から1245年プラスマイナス20年頃に作られたものであるという。出土した末期は、野城市二つ以上歴史資料館に展示されていたが、 歴史資料館は高速道路建設のために閉館になった。その代わり、高岩山から発掘された京亀は新しく建設された道の駅二つ位に展示されている。本用から出土された陶器は、高岩山の五輪台京塚のほか、二つ以上霧石の大倉遺跡、大館市の前田館遺跡、十二所館跡、長森遺跡、小物川流域では、 秋田市の川口城の肩の遺跡や横手市環境、長根京塚、山形県薬美組,組湯沢町の大立遺跡に少数ながら確認できる。一方、本用と同時期と否定される大立市八立廃寺跡から出土した陶器は鈴製品だとされる。山田秀蔵は東北藍根ネ地名の研究で青森県から秋田県にかけていくつかの藻屋山に出会ったとしている。 いずれも、独立した、小山で、三角山や、延長上の目立つもので印象に残る。それらは、しげるた山とか、もや山とか、うんこく山とかの字で書かれている。山田は、アイヌ言語学者の地理ましほに尋ねたところ、アイヌ語の、もいわがなまったものであるとした。13個と、小港町の間にある、もや山、藤里町のしげる谷山、田沢湖の南にあって、 湖に突き出す形になっているもや森山、青森県の八甲田北部にある雲国山などが挙げられている。この他にも数の市にも茂谷山、八方町には母谷山があり、その形に共通性がある。ただ、この能代市の茂谷山は、アイヌ語の藻岩としては大きすぎ、またも岩は平地の続きの丘にあることが多い。しかし、 山田秀蔵は見る位置を変えると、この山も、そのようにも見られるとも書いている。茂谷山山町、菅江雅美は1806年に、霞月星で、知人らと連れ立ってこの山に登った時のことを、記録している。菅江雅美、もやは、丘ではなく、体操高く一つだけそびえている山を言うのであろう。萌谷とは、雲、霞、霧、 微をすべて含む方言であったとして、もやの名は、まさき、津軽にもあり、秋太郎では、八森の裏にもあるとして、八方町の母、谷山のことを指摘している。マスミが、頂上に着くとそこはくぼになっており、石室のうちに、薬師物が据えられていた。頂上からは、東に、森吉山、西に、小賀の島山、白神岳、馬灰内などの山々が雪をいただき、 真っ白に連なっていたが、風が凍るような寒さで吹き渡っていたので、マスミたちは下山することにした。ありがとうございます。